はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。3月1日の水曜日になりましたね。ちょっと首が痛い。もうね、もう年なんですよ。もうすぐ61になるんですよ。もう本当にね、朝起きてね、今日はね、こっちが痛いなとか、あっちが痛いなと思いながら、ちゃんと歩けるんやろうかと思いながらね、寝床から起きるんですよね。去年足を痛めまして、10月に手術をしたんですけども、歩けるんですよ、ちゃんと。でも調子のいい日悪い日ってありまして、歩き始めてですね、どうでしょうね、3、400メートルぐらい歩いたら大体普通に歩けるようになるんですけど、最初は歩き出しはちょっと痛いんですよね。膝と右膝ですけども、でまあ、あとね、1日ここでこう座って喋って、してるでしょ。帰りはね、会長なんですよ。何やろうなと思いますけど、まあ、ようわかりませんけど、とりあえずですね、その、関節内ガングリオンっていうことだったらしいんですけど、それは取り除いていただいてですね、まあまあ、そのうち、寒い時は痛いかなと思ったら、今日あったかいのに結構ですね、歩き始めは大変でした。すいません、ちょっとスマホを。はい。はい。行きましょうか。1時25分になりました。日経平均はですね、プラス40円ですね。動きなしですね。ドル円も動きなし、136.331。香港なんでこんないいんでしょうね。今お昼休みのようですけども、2451円と言ってます。なんか気持ち悪いですね。何の材料もないのに言ってるという。はい。注目ドルウォンですけどもですね、忙しいんですよね、ドルウォンという。もう1317と。朝から調子よくですね、こう攻めてたんですけども、ちょっと今戻されかけてるのかな、これは。非常にね、ドルウォンというのは、ドル円と連動しているようで、連動していないところもあってですね、日本はね、円安になってもね、円安やんって言ってられるんですけど、向こうはですね、もう国の国家にかかるわけですよね。あんまりドルちゃんはウォン安になったら。でそこで一生懸命介入してはるんですけども、その介入の仕方がね、グラフを見てるとね、見えてきてなかなか面白いんですけど、しばらく安定してたんですよね、1200台でそれが1300に行ってしまいまして、でもなんとかそのね、こう抑えようという気あれが見えています。さて本題はですね、本題は別にどうってことはないですけど、今週ですね、3月に入ってまいりまして、今週4日は土曜日でございます。日本橋横山町、仲介会社セトルさんというところの2階のですね、これ別会社なんですけど、の会議室を借りましてですね、不動産売却相談会というのを開催をいたします。前回は1月の末頃でやったんですけど、まあちょっと間を置きましてですね、3月やってみようかということで、3月4日、今週の土曜日ですね、1時から5時まで私は座っておりますんで、こうアポいりません。行きたいなと思ったら来てください。ただしですね、アポなしやってますもんで、ちょっと重なりますとお待ちいただく時間が発生をいたします。お待ちになっている方がいらっしゃると一見30分で片付けますんで、前回ね、割合業さん来ていただいて、どうでしょうね、4、5組やったんちゃうかな。で、ちょっと待ち時間が出たりをしました。待ち時間がないとですね、だらだらと世間話をしたりするんですけど、で、売却物件はお持ちください。たまにですね、私と世間話がしたいという方が来るんですけど、まあね、誰もいらっしゃらなければね、その相手もできるんですけど、ちゃんとこの物件を持ってきて相談したいという方々が待ってるとですね、そういうのはですね、ちょっと、あれですね、スルーにしたいという感じになりますんで、まあ、売却物件をお持ちになってですね、で、その後誰もお待ちになっていない。で、まだ時間があるというんであれば、ずーっとたらたらと。まあ、そんな話もよくしたんですけどね。どうでしょう。これ、6年ぐらい、もっとやってるのかな。7年目になるんですかね。もういっぱいいっぱいいろんな方と出会いがありましてですね。いろんなお話をさせていただきました。
そうですね。で、もういくつもいくつも物件をですね、お預かりして、セトルさんという、その日本橋横山町でお店を出しているですね、業者さんがいまして、そこと提携してるんですね。で、お話を聞いてですね、これはセトルさんが専任媒介でお預かりしたらいいねという物件は、セトルさんに任せます。で、そうでない物件は、どうもどうもで終わります。こんな恨んでええやんという物件を持ってくる人がかなり多いです。どうでしょう、半分以上いるのかな。わざわざこれ売らなくてもいいでしょという、まあ、これは売りましょうという物件はたまにあります。どうでしょうね、2回に1件ぐらいあるのかな。前回はありましたね、ありましたね、これ売りましょうっていうのありましたね。それはね、こう変な業者にこうかかってたんですね。で、まあ僕ら流に言うと、やられて、いいようにやられている方がいましてですね、早くそのね、悪徳業者を切って普通にやりましょうよと。まあちょっと遠隔地ですけども、お手伝いできないことはないでしょうと。で、現地のですね、信頼できる業者を探して、そこと提携すれば、こっちでコントロールしながらできますよという話をしてるんですけども、その後連絡ないですね。僕らね、ものすごい淡泊なんですよ。普通ね、不動産屋ってねちっこいんですよ。一回で、ね、物件持ってきたら、わーってこう、一生懸命それを取り込もうとしてですね、後からですね、もう主に電話ですね、電話交渉をかけたりするんですけど、僕らそんなにしません。いや、まあだからこそね、7年も続いてるわけですよ。もう万全と待っててですね、ああ、これやりましょうかと。で、売りの物件だけは売りで扱います。どうでしょうね、いつも言うことですけどね、皆さんやっぱし大手に弱いんですよ。大手に任せた方がちゃんと売ってくれるんちゃうかと思ってるんですけど、全然そんなもないですよ。大手ほど悪いことします。大手はね、看板があるでしょう。看板があるんですけど、出てくる連中はただの人間なんですよ。で、ただのその辺のうぞうむぞみたいなやつがですね、でちょっと商売覚えてですね、で大手の看板背負ってるっていうのが大手仲介なんですね。皆さんね、自分の周りでね、不動産屋になったやつ知ってます？ちょっといい大学を出てらっしゃればですね、その不動産仲介なんかやってるやついないはずですよ。少なくとも僕の周りにはいませんね、仲介屋になったっていうやつは。そうですね、過去にはいましたけどね、どうしてるか知りませんけど、そんなにね、要はね、難しい仕事ではないんですね、実は不動産の仲介っていうのは。まあ誰でもできるんですよ、言うてみれば。ちょっとしたノウハウを覚えたらすぐできます。で、資格というのがありましてね、宅地建物取引主任士かな、取引主任士って資格があって、宅建という試験を受けるんですけど、あれがね、普通に考えたら超簡単なんですけど、なかなか受からないんですよ、業界の人っていうのは。つまり、ね、受からないレベルの人が多いっていうことなんですよ。7人1人受かるようにしてるらしいんですけど、普通にね、受ければ1回で受かります。それをね、2回も3回も受からなかったというレベルの人が大手のですね、看板背負ってですね、仲介やってるわけですね。でもね、そういう連中ほどね、すぐに悪いことを覚えるんですよ。つまり自分がどんだけ得するかということで、物件があるとね、そこにいろんな絵が描けるんですよね。こうして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 って、で彼らは一番自分が得する絵を描くんですよ。でそれを客に押し付けるんですね。でまあそういうやつが多いこと多いことなんで、私はね、少なくともうちの売却相談会に来ていただいた方は普通の売り方をします。一番高く売れる値段で出して、それで売りましょうというふうに持ってって、単純に売ります。変なことはしないというのが私の方針でして、うちのそのセトルさんもですね、まあそういう連中なんですよ。だから付き合ってるんですけどね、なんていうか、ちょっとね、色気を出してですね、変なことをするような不動産屋になれば、もう付き合わなかったでしょうね。まあそういう人たちとですね、7年ほどやってましてですね、そこの中でこう相談会と、まあその彼らの店舗の2階で、違う会社なんですけど、のビルのオーナーと瀬戸さんが仲いいもんですから、2階の会議室メーターのところを貸していただいて、そこでやってます。1時から5時の間私が座ってますんで、売却しようかなと。
いう物件がある方は持ってきてください。で、一言申し上げればですね、断崖絶壁迫ってますよ。もう売るんならね、今の方がいいです。もうどうでしょうね、今年後半のあたりにやばい場面が来そう。実はもう今もやばいですよ。あの中古マンションは実はもうあのぶっちゃけ言うてしまうとちょっと売りにくくなってます。我々が預かってる物件いくつかあるんですけど、動きは非常に悪いんですね。でまだ相場が下がってるというところまでいかないんですけど、こうちょっと売れなくなってるなと、動きが悪いなっていうふうになっています。でこれがね、下落し始めるのがいつかって難しい問題ですけども、早ければ今年後半なんですよ。でまあ、それはマンションの話です。で、普通の物件というかマンション以外の物件、戸建てや土地やですね、いろんなものありますけども、まあ、そっちの方はちょっと影響が遅いんでこれからでしょうね。あと利回り物件はね、利回り物件は個人投資家さんが買うような物件ですね。利回りで動く物件ははっきり言ってもうやばい時点に入ってきてますね。ですんで、まあ、それはそれぞれ物件を見せていただいて、いろいろ申し上げると思いますんで、お悩みであれば来てください。無料ですんで、日本橋横山町、曝露横山という駅があります。新宿線にそこの A2 やったかなの出口を降りててすぐです。で東日本橋という駅がありまして、浅草線にそこと曝露横山という駅がつながっているんですね。ちょっとだから浅草線で来ていただくと地下鉄のあの地下の移動が多少ありますけども、 A2 という出口出ていただいたらすぐのところにセトルさんという、不動産があります。で前にちゃんとですね、私の写真を入れた案内板みたいなのがありますんで、こっち来てください、こっち入ってくださいってのは分かりますんで、やっております。今週4日土曜日でございますね。はい、アポなしでございまして、無料でございますんで、売却物件がある方はですね、ぜひお越しください。ご相談を受けたまわりますと。まあそういうお話でございました。セトルさんの場所がわかるですね、アドレスを一応貼っておきます、説明のところに。はい、皆さんどうもありがとうございました。